はい。チャオ、亀岡です。今日はね、週末編ということで、えー、日経平均のですね、えー、今日の振り返りとですね、注目4名柄、そしてね、今後、どのような形で、どこは下打ちになってですね、再び上昇していく可能性があるのかというところをね、話していきたいなと思っております。今日は週末編なので、ゆっくり話していこうと思いますが、花金ですね、まあ金曜日早いですね、もう1週間、えー、週末になりますね、えー、最近は特にですね、 本当に早いといいとうか、まあ、忙しい、まあ、プライベートもですね非常に立て込んでいますし、まあ、上場に向かってね事、えー、業戦略も立てているし、まあ、それに向かって VC にね、えー、ピッチもしてるしそうした中で経営もしてるしファイナンスもしてるしまたほ次の本の執筆もしてるしということでね、まあ、かなり毎日忙しくしているのでやっぱそうなってくるとねかなり日常の風景もですねスピーディーに動いていきますよね、まあ、そうした中でで、えー、株式市場もですね。 非常にスピーディーに動き始めたということで、ただね、えー、一応3万2千円からのあたりって心理的な節目になって一旦反発していますよね。この後、先物も,もね、上がっていますので、本当にですね、本格的な底打ち上昇として動き始めるのか、いやいや、またね、うんえー、夏のね、えー、まあ8月の、まあ、頃に向けてですね、下がっていくのかと。まあ、このあたりをね、僕なりの予測ですね、話していきたいと思ってますが、 まあもちろん当たるも発揮、当たるも発揮ですので、あとは皆さんの方でね、いろいろ考えてもらいたいと思っています。で、まずはね、振り返りを行いたいなと思うんですが、日経平均ですね、3日ぶりの小反発ということで、まあ朝はですね、えー、先物が200円ぐらい、えー、先行してね、日経平均下がってましたので、大きく崩れて始まりました。ただね、やはり3万2000円の心理的な節目がありますので、 75日移動平均線ももちろんテクニカル上の節目ですけども、まずはそのね、心理的な節目に反発をして、えー、買い戻されて、ここは安いと踏んだですね、個人投資家、また一部のね、機関投資家とか海外投資家も、もちろん買ってないとは限らないですよ。うん、買ってると思います。ま、すべてが一枚岩でね、えー、売っているというわけではないのでね、買ってる勢力もあれば、売ってる勢力もあると。 まあそんな形ですよね。そういう形で、えー、反発をしたということになってますが、あとはね、えー、今夜ですか、えー、米雇用統計がありますので、まあそこに向けてね、えー、まあ様子見のムードが、まあ、漂っているっていうのも、まあ確かにあるんじゃないかなと思います。で、日経平均ね、チャートの方を見ていこうと思うんですが、えー、こちらの方ですね、3万2000のところで一旦は心理的な節目として捉えられて、えー、上に上がったということで、 まあ、三空叩き売りって,言ってね、え一、ー、回、二回、三回と、お窓を開けてね、えー、売られるというのをね、三空叩き売りって言うんですけども、まあ、そうはならなかったというのが、現状のですね、えー、チャートの動きになっているんじゃないかなと思います。ただもちろん3万2千円の心理的な節目で反発をしていますけども、まあ、僕は75日同期金銭までね、えー、来るんじゃないかなと。もうかなりでも上に上がっちゃってますけどね、ここで揉んじゃったのでね、本来ここで綺麗にストンと落ちれば、 3万1000円ぐらいでね、えー、次の戦場になって、これ、底打ち反発みたいな形でね、えー、なったらいいなと思ってましたが、まあ、んだ分だけね、えー、75日移動平均線も、えー、上に向かって上昇していますので、移動平均線がね、まあ、ここまで別に下がることは十分考えられるんじゃないかなと思っています。まだ、えー、8月のまだ3日、4日ですからね、8月15日とかね、えー、まあ、それぐらいにかけて下がっていくと、まあ、それが自然な動きですけどね、うんとは、見ていますね。 ただね、先物の,の方ね、えー、僕が16時ぐらいに見た時は、えー、マイナス100円ぐらいでね、えー、なっていたんですが、今見たらね、プラス12円ぐらいで、えー、日経平均の先物ですね、えー、上昇してしまっていますね。また、ニューヨークダウの先物も,も89ドル高ってことで上がっていますので、まぁ、あ、全体としてはね、ちょっと買い戻しの流れが、ここで一旦ね、一旦生まれそうです。また、ショートカバーと言ってね、カラオリ税が、まあ、どっかで、えー 買い戻さないといけないので、いけないので、ここでもしかしたら買い戻してくると。ただ、この買い戻しの、ね、ショートカバーの勢力がすべ、えー、て、えー、買いた後はですね、再びもしかしたら下落に転じる可能性もありますよね。そこからまた再び売りつなぎっていう手法で、一旦買い戻す後、再び売ってくるということもね、えー、特に期間投資家とかプロ,のプロのね、空売り勢ですね、やってきますので、まあ、15日とかね、17日ぐらいまではあ余談は許さないんじゃないかなとは見てはいますね。 ということで、今日はね、33円高の32,192円というところで取引を終えているということになりますね。僕は、まあ75日同円規制まで、えー、来るんじゃないかということで戦略シナリオを立ててますし、それは外れてもいいというね、そういった戦略シナリオですよ。まあそういった形でキャッシュポジションを高めているということになりますけども、もちろんね、この32,000円でと、えー、反発をして上がっていくんだという考える投資家はですね、 この辺りでね、えー、まあ、打診買いという形で少しずつね、狙っている銘柄を,をもちろん買っていってもいいと思いますよ。ただまあ、もうね、全額突っ込むとかいうのは、えー、もちろん当たった場合は利益、リターンも大きいですけども、まあ、やはり8月は下げやすいっていうアノマリーがありますから、うん、8月9月ですね。まあ、少しずつ少しずつね、えー、まあ、こう、買っていくっていう方のが安全なんじゃないかなとは見ていますね。うん。十、まあ、分75日土曜日まで下がってくるってことはあり得ると。 僕ははは踏んででいいますそういった意味ではねであとはね、えー、雇用統計の注目度が、まあ、今ね、えー、アップしていますよね。まあ、窮地の米国債市場に追い越しをかけるかっていうところで、まあ、雇用統計がね、えー、かなり上がっていればですね、利上げに転じることになりますから、再びね、FRB が利下げできないと、これだけ景気が良くてね、と、えー、いうことになりますので、そうなってくると、えー、米国債市場もですね、えー、まあ、今、良、えー、くなると。 いう状況にあとはね、えー、株がですね、3万2000円維持に黄色信号ということでね、まあ、こういった嫌なニュースも出てきていますが、僕は3万2000円で、ね、抜けるんじゃないかなと思っています。テクニカル上の悪魔で75日動日金線まで来るんじゃないかなと思っていますので、どちらかというとこのお意見、指示してはいますけどね。まあもちろんどうなるかわからないので、えーまあ、もし3万2000円で、えー、そこでね、えー、今度は反発して上昇してしまった場合は、 まあ、狙っている銘柄をね、今度は順張りという手法になりますけどね、逆張りではなくてね、えー、買っていくということになります。あとはね、ちょっと注目の銘柄ということで、任天堂がですね、大幅反落しましたね。第一四販機を大幅増益ということで、決算も非常に良かったんですが、逆にですね、まあ、材料出尽くしですね。か確かに、任天堂スイッチとかね、えー、あとは、えー、何でしたっけそう、ウィーってありますよね。ウィーはもうダメなんですかね。うん もうむしろ今の時代は任天堂 t e n d Switch ですか。それから新、ーハードですね、えー。こちらの方の発売も期待されてますけども、あとしあとマリオのね、えー、ソフトであったりとか、ゼルダですね。このあたりが非常に売り上げに貢献したということで、まあ、大幅増益になったんですが、やっぱりこう、ハードとかソフトっていうのはね、えー、どん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 出していかないと、この売り上げは維持できないですよね。そうなってくると2024年以降、 もう仮にね、新ハードが出たとしても、今の売り上げは、えー、続かないんじゃないかっていうところで売られたんだと思います。これは、えー、同じような形で、サイバーエージェントも、うん、苦しんでますよね。馬娘ですよね。えー、あれ、あれも面白かったですけどね。僕はゲームになる前にですね、 えー、四五年ぐらい前に、たまたま深夜で、えー、馬娘やってた時に、なんかすげえ面白いアニメだなぁと思って、えー、見てたんですよね。そうしたらそれはなかなかね、えー、ゲーム化されないで、結局、サイバーエとかね、それ買い取ったんですかね。いちいち、とんざしそうになったんですけども、おーゲームになって、あれが大ヒットしたと。ただそれもやはり同じですよね。来年、再来年と、そのソフトの、 お人気が持続するかわからないので、今、裁判以上ともね、売られてるという、そういった状況になってます。人間のも同じですね、うん。そのソフトとハードをね、えー、果たして人気が続くのかと、やっぱわかんないですよね。そうなってくると、まあ、えー、下がってしまったと、そのね、えー、疑心暗鬼の中でですね。ただ、75日土曜日犠までね、接近して、えー、ここでなんかピタリと、今、動きが止めて、止まってますので、 ここで反発してくると期待する投資家がいればですね、えー、まあテクニカル上ですよ、まあ。僕は別に買わないですけども、一応反発しそうなね、えー、そういったエントリーポイントまで来てると言っても過言ではないんじゃないかなとは見ています。あとヤマトホールディングスもね、大幅反発。こちらはね、えー、先ほどの任天堂とは違って大幅反発をしています。まあ、第一四半期ですね、現、えー、益決算だったんですけども、今度は予想外に奮闘ということで、さっきとはまた 別の条件で動いたということありますよね。任天堂は非常に高決算だったけども、うん、先行き、まあ、不透明なので下がると。ヤマトホールディングスは現役で決算良くなかったけども、まあ、頑張ったじゃないかということで上がると。だからまあ、結局決算ってね、その取,れえー、取り手次第なのでね、うん、どっちに動くか正直、まあ、絶対とは言えないと、わからないというのがあると思いますよね。 で今日はね、6%近く上がったということで、えー、今後に期待されたというところで、えー、上昇しましたね。ただまあ、こちらも75日動平金線まで下がったので、先ほどの任天堂じゃないですけども、ここで、えー、底打ちされて上がったというふうに見てもいいんじゃないかなと思います。僕はにあのよくね、日経平均、75日動平金線で底打ちして上がるんじゃないか、上がるんじゃないかと話すのは、まあ、こういった動きを期待するとお、テクニカル上のですね。そして僕は26年間の相場経験の中で、 こういった、まあ、テクニカル上の反発ポイントで反発することが非常に多いのでということで、まあ、僕の経験上のね、えー、と僕の直感とあと僕のポジショントークしかこの番組では話せないので、えー、皆さんに伝えているシェアしてるということになりますあとアップルが、ね、気になる金融と経済の動きをちょっとここから話していこうと思うんですけども3四半期連続減収ってことでね、えー、これアップルのいわゆる iPhone の売り上げがあまり良くないと で、それをね、えー、いわゆる、うん、いわゆる会員制のね、アップルストアの、おまあ、そのコミッションであったりとかね、それから、あとはアップルウォッチとか、うん、まあ、こういった、えー、売り上げで、まあ、カバーしてるということなんですけども、やはり、いいマックであったりとか、iPhone ですね、こちらの方の売り上げが下がってくると、今後、雲行きもね、雲行きもかなり怪しくなるんじゃないかなと。なので、アップルは今ね、AI の方ですよね、力を入れるということを、あえて、えー、スピーチで発表していますよね。 これはやはり今ね、株価はあまり下げたくないので、先行投資の姿勢を見せることによって、期待感を膨らませているというのがあるんじゃないかなと思います。ただ、その辺のね、メッキも剥がれてくると、アップルもね、来年以降、いよいよちょっと厳しくなる可能性も、今回のね、決算見て、やはり中国などを含めてね、うん、iPhone の売り上げが下がっているっていうのは、まあダメージ大きいんじゃないかなと思いますので、注意深く見ていく必要があるかなと思います。 あとね、金融の動きでちょっと嫌なニュースとしては、サウジがね、9月も自主減産継続ということで、これにロシアも同調してるんですよね。そしてアメリカの景気がいいと。そして中国もね、まあ、ちょっと一旦はね、底落ちする可能性もありますから、まあ、ずっと下がり続ける経済って日本でもなかったわけですからね。うん、小泉バブル、アベノミクスと、やはりどっかで底落ちするわけですから、それはそれぐらいの。 経済のテコイルをすするわけですからね今、中国もね、まあ、少しずつ少しずつ、中小企業対策であったりとか、不動産のね、活性化あ施策を打ち出せますから、まあ、中国が少しずつね、回復をしてくればね、経済がね、やはり、えー、原油を使うでしょうということで、えー、このね、サウジとロシアのね、タッグを組んだ、えー、原油のね、価格吊り上げ戦略に、まあ、ちょっとね、グローバルの原油価格も、 同調せざるを得ない,ということでねこれがやはりゲーム価格が上がってくると当然インフレ懸念がまた、うん、増してきますからねこれが経済にどのようなインパクトを与えるかというのは特にこれから冬ですよ欧州とかやはりエネルギー使うようになりますからねそしてロシアは当然そこを見てますからね、えー、なんとか停戦交渉とおそらくまあ、やってほしいですけどね、えー、今年の冬に行われるんであればですよ ここで、原油、そして、天然ガスの価格を上げたいと思っていると思います。そしてサウジも、今ね、バイデンと非常に仲が悪いので、今はロシアに加担した方が、我々のメリットがあるんじゃないかと思っている可能性があります。あの、ムハンマド皇太子さんもね。うん。まあ、それぐらいバチバチ、バイデンさんとやってるというわけですからね。ここはですね、原油がちょっと上がっていきそうな気がします。さらにロシアはね、それに補調を合わせるような形で、 えー、ブリックスですね、えー。中国とかブラジルとか、えー、インドとかね。こういった新興、えーえー、企業、新興企業じゃないです。ごめんなさい。新興国ですね。の次のですね、えー、まあその先進国の仲間寄りをしそうなですね、大国たちを組織をして、えー、まあ連合という形でね、えー、戦っていくって言いますかね。まあこれはアメリカの派遣ですよね。そして欧州の派遣と言っても過言ではないんじゃないですか。これまで まあ地球のね、えー、いわゆる富のほとんどはアメリカと欧州、もちろん日本もね、えー、そこの一部加担せると思いますけども、握られていたと。そしてゲームチェンジャーとして世界中のね、ゲームのルールをね、えー、欧州、欧米人たちが作ってきたわけですよね。まあ、そこのいわゆるルールを打破して、自分たちにイニシアチブを取り戻すというふうに考えた場合は、このブリックスがね、えー、強固に、そこに対抗して、 まあ、連合を強化するというのはね、まあ、戦略としては、まあ、妥当な方法ですよね。だからサウジアラビアとかもね、中国に寄ってるわけですし、ロシアもサウジアラビア、えー、中国と手を組んでるわけですよね。それが明確化して、まあ、大戦争に今、陥ってると。アメリカと中国が戦争する。ロシアと、まあ、代理戦争ですね。欧州が戦争するというん、ことになってますが、まあ、こういった動きが加速化してくるとね、えー、いよいよ世界は二分されると。 日本は果たしてどうするのか。今のところはただ、経済、金融ともにですね、恩恵を得ているようには見えます。ただ、この先はわからないので、まあ、しっかりとそのね、えー、バランスを保ちながらね、我々もしっかりと未来をね、掴んでいく必要があるんじゃないかなと思います。で、ここからね、気になる他の注目2名かってことで話していこうと思うんですが、その前にですね、えー、今、 え、投資能というですね、私の新刊がですね、書店でベスト,ラベストセラー化しています。あとはね、えー、今年のですね、前半戦の株の利益ってことで、1月は6月のね、利益を公開した動画を微光欄に載せています。こちらが1700万円ですね。そして1月から3月までが1300万円でした。その理由とやり方のね、動画を見たい方はね、ぜひ微光欄から全て無料で公開していますので、そちらの方を見てもらいたいなと思っております。投資能はね、書店で見かけましたら、ぜひ、ぜひ、立ち読みでィいので、 ペラペラとねめくってもらいたいいいなとと思いますということでね、注目に見えらあら、その前にですね、あとインドはですね、31年まで平均6.7%の成長ということで、まあ、非常に経済活性化してきてますね。まあ、中国の次はインドと。まあ、これは私はずっと話してきましたけどもね、まあ、カースト制度とか、うん、まあ、そういった人種差別スがまだまだありますし、まあ、発展途上ではありますよ、当然ね。ただまあ、40年前の中国もそうでしたからね、3 40年前のね。 ジム・ロジャスがね、世界を旅する投資家として、中国が訪れた時は、えーまあ、農品層がね、まあ、農民のね、えー、貧困層が非常に多かったわけですよね。で、それで驚いたと。ただ可能性があるということで、ジム・ロジャスはね、そこから投資をして莫大な富を築いたと言われています。まあ、インドもね、そういった意味では、当時の中国と似たようなものですからね、えー、かなり人差別であったりとか貧困層が多いですけども、まあ、欧州、 欧米が、まあ、インドの経済発展に加担をするということは、中国と同じような形で経済特区を作るということになりますからね、そこでは、えー、また違ったルール、まあ、彼らはゲームチェンジャーですから、うん、を築いてやっていくと思いますからね、フィリピンもありますよね、セ、え、ブ、ー、島にですよ、経済特区的なところがあって、ですねそこはもう他のの、ね、貧困地域とは全く違うんですね、セブを訪れた人だったら分かる通りまあり、ね、高層タワーとかね、えー、あとは全部 IT インフラも整ってまして。 そこで働く人たちは、えー、ほとんど、人種、貧富の差なく働けると。まあそういったところがね、設けられているわけですよ。国によってね。インドもそういった形でやっていくんだろうと思いますからね。まずはね。まあそういった恩恵を受けて、えー、いずれは、中国からインドに世界の工場としての、徐々にですね、えー、機能がシフトしていくんじゃないかなと思います。あとは注目にメーガンなということで話していこうと思うんですが、アーバンネットですね。23年6月期は増収、2桁増益ってことだよね。 で、期末配当金も増配をしていくということで発表されました。まあ、非常にいい決算内容なんじゃないかなということで、もう今日はね、7%近く、えー、上がっていますね。まあ、明日以降もね、まあ、先物、明日いって言いますか、週明けもね、えー、先物上がっていますので、まあ、この決算内容がね、えー、交換された場合は、さらにね、上を目指していく可能性もありますので、いろいろご自身で調べてみてもいいんじゃないかなと思います。ちなみに、 利回りもですね、6%近いということで、かなり高配当ですね。アーバネットですね。ごめんなさい。ごめんなさい。アーバネットじゃないですね。アーバネットになります。そして今日ね、ストップ高になったのが、えー、立房ですね。こちらもですね、えー、電子材料急回復ということで、営業利益はですね、えー、もう回復基調だということで、あ、違います。まあ、減収、紙期は減収だけども、通期では、えー、33%の情報修正と。 まあかなり読みにくいですね。自分でちょっと今回編集してないんですよね <laughs>。編集すればよかったんですけどもお。ということでね、今日はストップ高でかなり上げてます。まあ今日はなぜこれを紹介したかというと、いよいよガラスが来るのかと。もうパルプはね、予想通り、紙パルプはこのチャンネルでね、そろそろ来ますよと話した通り、来ましたよね。残るセクターってもう限られるんですよね。で、いよいよガラスが来ると、もう全てが出そうと。ただこれがまあ最終局面と見えなくもないですけどね。今、えー、まで ずっと長妻だったガラスが上がってきたっていうのはね、えー、結構面白い動きなんじゃないかなということでご紹介しましたがもちろんね、えー、月曜日以降もう今日ストップダウなってますから上がるかどうかっていうところはね皆さんの方で調べてもらいたいなと思っております週末はね、えー、じゃあもし仮にこの後ね、えー、まだ下げトレンドが 先ほど上がってますけどね、続くんだったらどこが底打ちの瞬間なのかというちょっと底打ち予測をねえ、戦略編としてこの週末土日で上げていきたいと思っておりますので、まあ、引き続きよろしくお願いします。それででではは今日は以上です、高速で